わあ。わお。今これみんな多分どういう状況か分かってないですね あのですね。ちょっと、ゲームアッツマールの方のセーブデータがなんかおしゃがになってしまいまして、最終章前編 B パートを最初からやってるんですよ。早坂さんがね、生きてる状態で始まっちゃってて、で、早坂さん生きてるんですすいませんっていうのを、その場所まで行ってから説明しようと思って進めてたんですけど、今偽物の ID カードをよし使おうって言って使ったら こうなりましたね え？シンくんのこと好きすぎない 離れて、罠がとかってさ、シンくんが今言っててさ 何が出るんだろうと思ったら。いや、おもろないこれ。ん？笑顔の写真がたくさん並んでいる。もう、なんだよこれ。早く消して。これだけか。よかったです。いい罠だったみたいですね。ID カードを抜いておいた。話なら聞くよ。なんだか大変そうだし。いやー、もう一回ちょっと ID カードを入れない？あ、ダメか。笑顔のシンくんをいつでも見れるように、あの偽物の ID カードを持ち歩いてたってことよね、緑ね。しかもあれでしょ？みんなにもシンの良さをこう、分かってもらいたいな。僕だけのシンみたいな感じの感覚で置いてたのかもしんないよね、その偽物の ID カードをね。おもろすぎる。では、またちょっと進めます。いやー、早坂、申し訳ないね。殺したり生かしたりしてさ。はい、戻ってまいりました。先ほども言ったんですけど、セーブデータがパーになってしまったので、チャプター選択からね、進めてきたので、早坂が生きている状態、アンズちゃんも生きてる状態で進めております。まあ、なんか、生きてても死んでてもあんまりそんなにストーリー自体に差はないらしいので、うん。生きててくれて嬉しいよ、早坂。よろしくな。ということで、続きやっていきまーす。扉は簡単に開きそうだ。ここを開けてみようか？そうだよね。ここまで行ってないもんね。おっと なんか緑がルンルンでいるよ。ここに繋がってたのか。なるほど、ここから、あ、へえ。窓だと思ってた場所がドアだったってことか。はい、ルンルンの緑さん。同意書はいらんかねー。緑。ん？どうかした？レコさん、落ち着いてください。わかってる。けどよ。あの写真のこと聞かねえと。ルンルンの緑ね。でも移動したいんだけど。今はそれどころじゃない。ダメか。セーブします。はい。何か言いたいことでも？ああ、思い出したんだ。私は、お前と会ったことがある。そうなんだろ？この写真、てめえが撮ったんじゃねえのか？ 思い出してくれたんだね。それも、一度じゃねえ。何度も会ってるはずだ。そうなの？アリスが起こした事件の前、そして、事件の後、つまり、てめえが死んだ後のタイミングでだ。ってことはやっぱ生きてるじゃん。死んでないじゃん。どういうことや。へえ、不思議なこともあるもんだね。あの時、てめえは何か私に要求した。何を？それはまだ、思い出せねえ。けどな、んなことはどうでもいいんだよ。てめえはアリスをはめたんだ。クソみたいな殺人事件をでっち上げて、アリスに濡れ衣を着せやがった。レッコさん、落ち着いてください。やっちゃってください。 サラちゃん、なんでなんか選択肢最近脳筋なん。やっちゃってください。やっちゃってください、レコさん。 いいね、バトルだ。必殺技見せてあげるよ。あ、
うわ、痛いよ。え？飛んでき、え？あ、やっぱ緑って、あー、なるほどね。緑もやっぱり人間ではなくて人形なのか。で、それっていうのはなんかまあ拳が飛んできたわけだけど、ランクアップパーツになってるのかな？緑はもうすでに？ってこと？ちょっともう、あ、そう。まあ、確かに生き返ったっていうのどういうことって感じだもんね。まあ、一回死んでるのは死んでるんだろうな、じゃあ。人間としての体はもう、じゃあ、緑はもうなくて、これはもう人形としての緑ってことなんだな。大きな音とともに壁に何かが突き刺さった。え、あ、なんだよ今の。ロケットパンチだよ。かっこいいでしょ。ふざけてる。けど、こんなの当たったら。レコさんは、僕が自分の死をでっち上げたと言ってるけど、じゃあ僕は何者？それは、緑は突き刺さった手を抜いた。言っとくけどレコさん、僕だって心底怒ってるんだよ。あんな事件、僕だって予想外だったんだ。楽しみにしてたデスゲームに、僕の席はなくなっちゃった。僕の手で殺してあげたかったよ、アリスは。てめえ。それに、君はまだ正確に思い出せていない。その灯籠が、君の真実を浮かび上がらせるよ。使ってみるといい。レコさんだけじゃなく、みんなにね。ウキウキ緑くんいなくなっちゃったね。何も、口を挟めなかった。くそ。でも、やっぱりしましまは、わかめ頭にはめられたんだと思うにゃ。そう、だな。アリスは、私より優しくて、弱い奴だった。今にして思えば、全部あいつのせいで納得できる。私は兄貴を、信じてやれなかった。レコさん。レコさんは、アリスさんの罪をすべて受け入れようとしていた。悪いのはアリスだったと、自分を納得させてたんだ。辛い、だろうな。ねえ、サラ先輩。そろそろ手分けして手がかり探さない？人数も少ないし、やれることやろうよ。うん。いいだろう。みんな一緒がいい。みんな一緒がいいな。寂しいもん。みんな一緒がいい。は？結局信用してないわけ？そういうわけじゃないが。わかったよ。くれぐれも気をつけてくれ。さてと、一人になってしまったな。あれ？あ、そっか。ペアで行動する必要なくなったから、みんなバラバラなのか。なんだ、ランマル君と一緒に行動できると思ってたのにな。私も何とかして下に降りる方法を探さないと。そうだね。じゃあ、まあ、刑事さんに会うために、なんだけど、まあ、シャッター閉まってるからな。さあ、どうしたもんかって感じだよな。お、なんだ？あ、灯籠いろいろ使えるっぽいな。黒板に怪しげな同意書が貼ってある。灯籠の明かりで、黒く塗りつぶされた部分が光ってる。拭いてみよう。拭いても擦っても塗料は落ちない。そっか。ダメか。何か落とす方法があれば読めるんだが。これは？何？文字が浮かび上がっている。頭上注意！一人の時は気をつけて！って書かれてる。マジ？天井か。別に何も。わお！落ちてきたわ。やっ！腕が落ちてきた。一体誰の？あれ、人形の手か。これランクアップパーツだったりするのか？一緒に髪も落ちてきたみたいだ。あー、ほんとだ。ランクアップパーツ、蒸気噴射ハンドをプレゼントと書かれてる。やったーランクアップパーツって、まさかこれ、付け替えられるのか？ランクアップパーツ、熱噴射ハンドを手に入れた。
なるほど。ただこれは別に包帯とか巻かれてるわけじゃないから誰でもいいわけじゃないのかな。誰かのって決まってるのだろうか。こういう風に灯籠で見れるところが増えてるから、いろいろ探索しろよってことなんだろうね、きっとね。じゃあ移動しよう。じゃあ、教室行ったからじゃあ次オフィスかな。おー、早坂いるね。そうだよね、君生きてるからな。おー、このパソコンもつくじゃないか。話しよう。早坂さん、銀と一緒じゃないんですね。あ、そうなんだ。彼は立派だよ。私がいる方がむしろ。おっと。それより見てくれ。このパソコンの電源コードが見つかったんだ。君が持っている ID カードを使えば中身が見れると思うんだが。うん。ID カード使うか、じゃあ。読み込んだ。おぉ、何か出てきたぞ。画面には引き抜きリストと書かれている。報告。2名ほどガシューさんの条件に見合った人材を探し出した。おーっと、これがハンナキーで、こっちがホエミーかな。いや、髪短いホエミーかわいいな。涙みちる、あ、涙みちるがハンナキーか。で、ハライエミリ、まあ笑ってるから笑い人形ホエミーってことだね。うんうん。2名とも非常に高い能力を持ちながらも、現在の職場で不当な待遇を受けている。涙みちるは研究の虫。万全の研究環境を用意すれば引き抜きも容易だろう。払いエミリは、現状に満足している。引き抜きは難しい。最大の理由は、どうやら職場に結婚を考えている最愛の彼がいるようだ。なるほど。本人を落とせないならやり方は一つ。最愛の彼とやらを狂わせるしかないだろう。え？今まで出てきたストーリーの中で、狂った人間っていうのは、ジョー君のお父さん説が浮上している、おまわりさんだけだと思ってるんだけど、それが最愛の彼だったりする？いやー、そんなまさか。なんだこの資料は。この二人の人物、どう見たって。そうだね。ハンナキーと、ホエミー言ったよな。引き抜きって、どういうことなんだ？いや、とんでもない格好させられてますけどね、いい待遇を受ける代わりに。あー、で、灯籠使ってみようかね。はい。早坂さん、この灯籠を見てください。後にしてくれないか。調べたいことが山ほどあってね。うん、わかりました。まあ、この話で終わりかな？うん、うん、うん。オッケーオッケー。じゃあ、この灯籠使うと、ここには何も別にないかな？ないかな？ないかな？ないね。ないので、じゃあ別の場所行こうか。じゃあ、こっち。わあ！ちょっと待って、銀くん怖いよ。どうしたの？あ、え初めて横向いてるの見たね。差分が増えてる。かわいい。いつも正面だったもんね。ちょっと斜め見てるのかわいいね。いいな。暗いけど、夢を聞かせてしっかり探索にゃ。機敏な動きで探索してるな。話しよう。銀、一人で行動してるのか？危ないぞ。大丈夫にゃ。猫モードで探索してるにゃ。おー、猫モード？そうだにゃ。猫は危険を察知したら、俊敏な動きで逃げるにゃ。なるほどな。その代わり、気まぐれだから探索には向いてないにゃ。なかなか痛いデメリットだ。サラ姉ちゃんも、いざとなったら使うといいわ。今、ワンって。犬モードにもなってるね。いや、これ確かに猫モードの銀くんってことなのね。なるほど。交番の中は真っ暗。パトカーが駐車。これで灯籠使ったら中見えたりしない？あ、見えるね。で、銀くんはこれ、なんだ？真っ暗じゃなくなっちゃって怖い、怖いことになってない？灯籠の明かりで内装が浮かび上がっている。すごい。張り紙とかまで見えるように。指名手配、極上忍。天国事件脱走犯。犯人に心当たりがある人、この指止まれ。いやー、ここで天国事件か。なるほど。天国事件聞いたことあるよね。二章とかかな。で、刑事さんが話してたよね。でも今回のそのアスナロの件とは関係ないんじゃないか、みたいな感じでは刑事さんは言ってたけども、
やっぱり、ここで関わってくるってことなんだね。で、極上忍って誰だ？初めて聞いたな。これが憧れのおまわりさんだったりするのかな？まだね、名前出てないもんね。天国事件。銀、どうした？天国事件。昔あった、ヤクザたち投資の殺し合いにゃ。知ってるんだ。え？どうして銀がそんなことを。わからないわ。今、急に思い出して。灯籠をつけたからか。誰かに教わったんだにゃ。この事件で、生き残って頂点に立った人が、裏の世界を牛耳ったわ。よく思い出してくれた。最近の義務教育はすごいな。うん、すごいね。って、学校で教えるわけないか。にゃー。それにしても、指名手配ってことは、アスナロがこの人物を探してるってことなんだよな。犯人に心当たりある人、この指止まれ、か。ん？指の文字が膨らんでるような。指出てくんのか？もしかして。文字に触れるとカチッと音がした。ねえ、なんか落ちてきたわ。またランクアップパーツかな？一本の指を手に入れた。わあ。ヤクザの小指にゃい、キモいわ。逃げちゃった。何かの手がかりになるかな、これ。サラちゃん、すごい冷静。普通、腕とかさ、指とか落ちてきたらビビるのよ。なるほどね。指は手に入れたと。で、これは何？内装が浮かび上がってる。これしか見えれないのかな？部屋が変わったにゃん。驚いてるみたいだな。話しようか。とにかく安全第一でな、銀。任せるわ、にゃん。かわいい。かわいい。最高です。なあ、銀。失われた記憶について、話さないか。なんだか難しそうな話題は。私たちにはねじ曲げられた記憶や消された記憶があるかもしれないんだ。取り返さなきゃいけない。消されたのに思い出せるにゃ？完全には消えないのさ、人の記憶は。わかったにゃ。リアクションが面白かったから協力するわ。くぅ、取り繕ったのにバレたか。なんだここの二人の会話は癒されるな。どこからでも来いにゃん、サラ姉ちゃん。緑は、この灯籠をみんなに使えと言った。もしかしたら、この光が忘れてしまった記憶を刺激するんじゃないのか。見えなくなってしまったものを映し出す。やってみるしかない。なるほど、なんかミニゲームが始まるのかな、これは。ほう！僕がモヤモヤしてる記憶は、小学校の保健室だにゃ。楽しい記憶だったような、怖い記憶だったような、ちょっと思い出しづらいわ。ちゃんと全部思い出してスッキリしたいにゃ。銀の記憶に何か間違いがあるのか？この灯籠を使えば、銀の本当の記憶が浮かび上がるかもしれない。やり方の説明見よう。右の画面をタッチして灯籠の光を動かそう。間違いを見つけたら光の画面をタッチして指摘しよう。光じゃない。左の画面をタッチして指摘しよう。なるほど、間違い探しか。オッケー。大好きです、こういうの。まず、ここ、あれだね、着てる服が違うね。この銀の服装、どうだろうか。銀、自分自身のこと、もう少し思い出せるか？もちろんにゃ、自分のことくらい、ごめんにゃ、サラ姉ちゃん。嘘ついてたにゃ。僕はあの時、今と同じ服装をしてたわ。どうして謝るんだ？この格好で学校へ行くのは確かに珍しいけど。あのね、今は平気だけど、前はこの格好以外で外に出るの、できなかったにゃ。理由は聞かない。どうしてだ？寒いもんな。
ちょっともう全部、サラちゃん、サラちゃんこんななんか真面目に話そうとしてくれてる銀くんに対して、なんでこんなサラちゃんはボケたがりなんだ。もう寒いもんな。寒いもんな、雪国に住んでいると。住んでないやん。そうなのか。気温じゃなくて、僕、その、やっぱり寒いんじゃないのか。さら姉ちゃん、からかっちゃん。暖かくなった時に言えばいいさ。体でも、心でも。一緒にいて温まるなら、いつまでもいてやるさ。サラちゃんの立ち絵とか表情差分が追加されてるのなんかいいね。ウィンクしてくれたね。かわいい。私たちは、仲間だからな。サラ姉ちゃん。わかったな、サラ姉ちゃん。ありがとう。今まで気にしてこなかったけど、もしかしたら銀の服装は、銀を知る上で、とても大事なことなのかもしれない。そうだね。確かに変わった子供だみたいな感じでは最初から言われてたけれども、この口調とかね。2章の前編だか後編だかで忘れちゃったけど、サブゲームかな？サブゲームの時にさ、さすがに、この格好で小学校には行ってないわみたいなことを言ってたと思うんだけど、まあそういうの関係なく、あれだったのかな？保健室に通ってる子供だったのかな？保健室登校の子とかもたまにいたりするじゃないか。そういう感じだったのかな？で、違い、なんかあるな、ここに。何これ？この筆記用具が入ってるペン立て、どうだろうか？その部分、もう少し思い出せるか？任せてくれにゃん！細かい部分だったけど、なんか気になってたんだわ。そうだにゃ、あれだわ！見慣れないペンがペン立てに刺さってたにゃ。見慣れないペンって。僕、保健室よく来るから知ってるわ。いつもの保健室の先生が使ってないペン、あの先生が来る時だけ現れるにゃ。僕知ってるわ。あのペン。実はペン型のカメラだにゃ。なんだって？スパイは、どこかの国の特殊なんとかが銀を狙ってたにゃ。それ普通にやばいんよな。おいね。よく考えたら、本当に銀は狙われてたわ。冗談のようなことが、すべて真実なのかもしれない。なるほど。怖いね。ショタコンの可能性がありますね。あとなんだ？あ、同意書がある！うわ、しかもこれ、これ緑だろう。え？あの先生っていうのが多分、緑のことだったのでしょう。で、保健室の先生がこれなのかな、きっと。で、他はなさそうかな？じゃあ、なんかよくわかんないイラスト。このホワイトボードに貼ってある蝶の絵、どうだろうか。その部分、もう少し思い出せるか？了解にゃん！これは僕が描いた絵で。あれ？僕、蝶々の絵なんて描いたことないわ。あれは、先生が持ってきた蝶々の絵だったにゃ。なんかインクの染みみたいで下手くそな絵だったわ。インクの染みか。なんかこういう絵、どこかで見たことがあるな。ん？あったっけ、そんな。僕の方がうまいにゃ。いつかサラ姉ちゃんと似顔絵描き合いっこするわ。サラちゃんにお絵描きさせるのはやめた方がいいんじゃないかなと思うけど。あの美術室の色の塗り方を見る限り、そんなに上手じゃなさそうかな。それはどうだろうか。嫌にゃ？嫌なわけないさ。楽しみだな。わーい！渡して泣かれないといいが。自分でも心配になってるじゃん。で、他は別になさそうかなと思うが、あ、なんかあるな。なんだこれ。この棚の中のファイルどうだろうか。その部分、もう少し思い出せるか？やな、わかった。ちょっと待つわ。そういえば、黒い金庫が置いてあった気がするにゃ。
先生がお話しするとき、いつも中から資料を取り出して書いてたにゃ。僕には中身を見せてくれなかったけど、何だったんだろうわ。隠されていたのか？うん、なんだか観察されてるみたいでちょっと嫌だったにゃ。観察日記か。まさかな。あれか？シンくんとのラブラブ観察日記みたいなので緑つけてたから、それと同じことを銀くんにもしていたということなのかな。で、まあじゃあ次緑調べる前にじゃあ同意書かな。このホワイトボードの左上の部分。その部分、もう少し思い出せるか？なお、記憶ちょうどいいにゃん。サラ姉ちゃん、もしかしたら、大事なことを思い出したかもしれないわ。え？貼ってあったんだにゃ。同意書ってやつが。同意書だって？なんで忘れてたのかわからないにゃ。でも、今思い出すと同じ紙だったわ。もしかしたら僕、でも、なんで？落ち着こう。今は少しずつ思い出すんだ。うん。まあ、同意書のことを思い出しました。あと別にないかな？緑調べる以外はなさそうかな。あ、なんだ？これ保健室のこれじゃないな。なんか、録音されてる？もしかして。このやたら大きな薬箱。その部分もう少し思い出せるか？いや、確かに薬箱にしては大きすぎるわ。そうだ、思い出したわ。薬箱じゃなくて、スピーカーだった気がするにゃ。先生が音楽を流しながら話すとリラックスできるってよく言ってたわ。つまり、緊張させてしまう話題だったってこと？学校のこととか、家のこととか、いろいろ話したにゃ。もしかして、この状況って、まあ、カウンセリングかなって思うけどね。銀のカウンセリングなのか。そうだよね。どうしたにゃ？いや、なんでもないよ。じゃあ最後、この先生っぽい男の顔、その部分もう少し思い出せるか？任せろにゃ。ね、おかしいにゃ。あの先生の顔、緑の顔と同じだわ。どうしてにゃ。そんなことありえるわ。落ち着くんだ銀。いろんなお話一緒にしたにゃ。楽しいお話もちょっと嫌なお話も全部聞いてくれていい人だと思ったわ。なのに先生はあいつだったにゃ。いろんなこと聞いてくれたのに、誘拐して、こんな目に遭わせたわ。ひどいじゃん。ひどいよ。ギン、しっかりしろ。しっかりするんだ。震えが止まるまで、抱きしめることしかできなかった。ありがとうにゃ、サラ姉ちゃん。すまない。やっぱり失われた記憶なんて掘り起こすべきじゃ。僕は知りたいにゃ。騙されてたかもしれないけど、何が嘘で何が本当か知りたいわ。付き合ってくれにゃ、サラ姉ちゃん。銀、これで全部なんじゃない？思い出したにゃ、全部。本当の記憶はこうだったにゃ。僕、よくわかんないけど、自閉症っていう症状があるみたいなんだにゃ。ああ、そうなのね。この服着ないとね、すごく恥ずかしくて、緊張しちゃうわ。変だにゃ。大丈夫。それくらい別に変じゃないさ。そう。銀くんはもう銀くんのままでいいの。
いいんです。本当よかったな。でもそれを直そうねって優しく言ったのがあいつだったわ。みんなと仲良くなれるにゃ。きっと楽しいだろうわ。嫌いなやつ多いけど一緒に遊んでやらないこともないにゃ。その息だよ、銀くん。徐々にみんなとも馴染めてるし、友達も増えるよ。僕も学校は嫌い、あ、違ったわ。僕も学校は嫌いだったからね。すぐに喧嘩しちゃって、友達はいなかったよ。やばいこと言おうとしてるって。ああ、銀くん。へえ、不要じゃん。僕軽蔑するわ。銀くんはまっすぐ成長しそうだね。お母さんも喜んでるよ。本当にゃ、手のかかる変わった子って思ってないわ。いつも楽しそうに君のことを喋ってるよ。僕早く立派になってお母さんに頼られる男になるわ。そっか、じゃあアスナロの誓い教えてあげようか。なんだにゃそれ。はあ、なりたい自分に明日なろうって言ってね。この紙に名前を書くと、どんな願いでも一つだけ叶えてくれるんだってさ。マジじゃ？魔法の紙は。何をお願いする？当然、お母さんが健康で長生きするようにじゃん。え、自分のことじゃなくていいの？僕は自分の力で立派になるわ。でもお母さんがいてくれないと見せられないだろうにゃ。銀は本当にいい子だね。だってお母さんのこと大好きなんだにゃ。書いちゃったわ、あの紙。あれのせいでこんな目に遭ってるなら、ひどい話じゃ。お母さんを悲しませちゃ意味ないんだわ。これが銀の消された記憶。僕絶対に帰るにゃ。サラ姉ちゃんもみんなも誰も犠牲になんかしないわ。ああ、緑を倒す、何としても。いや、銀くん、くん、君が、君にどんな過去があったとしても、私は君のことが好きだ。もうむしろもっと好きになったまである。ちょっともう、守りたいこの笑顔でしかない。ギーグー、いぶしギー、かわいい。